今日の振り付けを完璧にできるようになったらかなりリズム感が上達しているサインになると思います。以前の動画でリズム感を習得するための考え方を説明しました。今回実際にどういう練習をしたらより早くリズム感をゲットできるのか、より正確なリズム感を獲得できるのかというメソッドをお伝えしたいと思います。どんな練習を始めにすると思いますか？そうです、音楽を聴いて動く、これが最もポピュラーな練習の仕方だと思います。音楽に乗る。だけれども実はもっと効果的で別のアプローチの方法があるんです。音をかけません。どういうことでしょうか？ダンスを練習する時というのは基本的には音がいっぱい鳴っているんです。だからそれに対して踊っている、動くんです。だけれども実際それがどれぐらい遅れているか、どれぐらい正解しているのかというのはなかなか判断しづらい。なのでなんとなく感覚でやってしまうというデメリットがあります。音を自分で作る、そして客観的にジャッジ。例えばこんな感じで自分で音を作って、その音を客観的にレコーディングしたりして確認します。携帯でいいので。そうすると意外にずれてることが分かります。またはリアルタイムで無音の中で自分がステップをしているだけでも音のずれというのは分かってくると思います。これから今日は簡単な振り付けをやってみますけれども、初級者から中上級者まで対応できると思います。シビアに自分がジャッジしていくとどん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 突き詰めていけるリズムの練習方法なので、ぜひやってみましょう。では準備はいかーい。僕も準備よー。ではまずは1、2、3、4、5、6、7、8、歩きました。今度は携帯だったりで自分の作った音を聞くとムムムって思うことがあると思います。今日のこの振り付けを完璧にできるようになったらかなりリズム感が上達しているサインになると思います。5 and 6 and 5 6
とソ。